こんにちは、竹です。竹の一人朝礼です。仕事の実践力や自己スキルアップのための一人朝礼です。今日は2016年の2月の18日の木曜日ですね。この間税務関係のとこあの申告しなダメなんで、あの税務署じゃ税理士さんのとこ行ってきたんですけど、たまたま僕添付付き住宅を買いたいっていうのが僕の中であるんで、でそれを聞いて、結構まあ自営業って厳しいんですよね。なかなかその信用がないっていうか、安定してないじゃないですか。自営の場合はコロコロ金額も変わるし、まあ銀行目線からしたらね、僕らからしたら全然僕らの業界ってすごい安定してるんですけど、そんなに売り上げが上下しないんで、まあでも銀行さんから見れば、銀行とかその保険会社からしたら結構安定しないと見られるんですね。なのでなかなかその普通のサラリーマンと違って、頭金が少ない状態ではほぼできないんですよね。かなりせやから頭金がないとなかなか店舗付き店出せないんですけど、でそういう話をちょっと税理士さんにしたんですけど、したら意外にちょっとなんか、まあ聞いてみると言ってましたけど、いけそうな感じなんですよね。僕らが思った金額よりかもっとちょっといけそうな気がする、いけそうな感じですわ。まあ分からないですけどね、聞いてみないと。一応なんか何個かの銀行さんとかが、取引会社にあるんで聞いてみるって言ってましたけど、ちょっとさ希望が見えてきたなと思ってね。やっぱり なかなかね、僕らの業界でそういうのを書いてるブログとか本とかっていうのはほぼないんで、やっぱりなかなかそのね、その業界の人が同じようにやってるんやったらちょっとそれを参考にすればいいんですけど、なかなかね普通の人とか、まあ、本とかでも普通の人で、例えばブログとかやったら、例えば、専業主婦でうち買われた方とか、あと派遣社員か、派遣社員で買われた方なんとかなんで、僕らと条件が違いすぎるんで、でもまあまあその人らが買えるんやから、まあ、僕らでも買えるのも違うんかなと思うんですけどね。まあどうなるか分からないですけど、まあちょっととりあえず希望が見えてきたんで、まあちょっと良かったなと思いますね。以上です。そしたら、竹の一人朝礼ですが、昨日は動画を作ると出店戦略を考えるしかできなかったですね。今日は、リストロの改善 と、ブログを3つ作る、ツイッター戦略の実践、マーケティング戦略の実践と改善、ファン戦略の実践と改善、出店戦略を考えたいと思います。以上、竹の一人朝礼でした。